けっていうのは特にないんですけど、気づいたらサッカーが好きで熱中してやってました。聖霊 JFC です。フットサル大会で4年生の頃に全国大会に出たんです。聖霊ジュニアユースです。悔しい思い出なんですけども、リーグ戦昇格っていうのはできなかったのと、クラブユースの大会で東海大会にできなかった。ジュニアユースの監督に勧められたっていうのもあるんですけど、小学校から高校生のプレーを見ていて、ここでやってみたいっていう憧れが昔からあったからです。選手権の目標は県優勝で、個人としては半年間怪我してチームに迷惑をかけてたんで、自分が結果を出してチームの恩返しをしようと思います。自分たちのチームメイトは苦しい時も楽しい時もいつも一緒にいるんで、どんな時でも目標に向かって一緒に頑張ろうと思います。一番はやっぱ忍耐力っていうところで、やっぱ苦しくても逃げちゃいけないっていうのは学びました。大好きです。はい、ありがとうございます。